アイテム番号 SCP-161JP オブジェクトクラスケテル特別収容プロトコル SCP-161JP の患者にるを意味する単語を聞かせないでください。またそれをひらがな、カタカナ、ローマ字等の表音文字で表記したものを視認させないでください。患者に対応するすべての施設は、最高レベルの防疫体制を維持してください。説明。SCP-161JP は、る、という動作、及び概念への認識に異常をもたらす精神疾患です。SCP-161JP の患者からは、る、という動作や、それに関係する概念への認識が、過去に遡って失われます。この結果、例えばバレリーナが、り回る動作は、単に片足立ちで回転しているだけの動作として認識され、また、以前からそのような動作であった、という虚偽記憶が形成されます。極端な例では、日本の伝統芸能である、能、は、大半が、リアルク動作によって構成されているため、それは単に扇を持って舞台上を歩き回っているだけのように認識されます。る、を意味する単語を音声として認識した SCP-161JP の患者からは、その時点から過去数時間の記憶が失われます。この症状は、表音文字で表記されたものを見ることによっても同様に発症します。実験記録、一部抜粋。被験者、なあ、このテストっつうのは、一体いつまで続くんだよ。研究員、あと少しで終わりますよ。ええ、では、これから私がある動作をしてみせますので、それを言葉で説明してみてください。研究員は被験者の目の前で腕を大きく、らせてみせた。研究員、どうぞ。被験者、あんた椅子に座ってただけじゃねえか。研究員、はい、ええ、では次に。研究員は、子供が庭で、り回っている、と書かれたホワイトボードを指し示した。研究員、この文章を音読してみてください。被験者、子供が庭で、入り回っている、か、わかんねえな。研究員、そこは、り回っている、と読むのではありませんか？被験者、そうそう、るだよ、る、ど忘れしてたよ、か、あれ、か、か。被験者は突然無表情となり、約5秒間にわたって眼球を左右に激しく痙攣したように動かした。研究員、大丈夫ですか？被験者、いや、ちょっと頭痛がしただけだよ。ところでさ、さっき言ってたテストっつうのは、まだ始まんないのか？ほい。関係各位の努力にもかかわらず、SCP-161JP の病原は未だ解明されておらず、有効な治療法及び予防法も発見されていません。SCP-161JP の患者数は依然として増加し続けており、それは財団の対応力の限界に迫りつつあります。最悪の事態に備え、財団はユネスコの全面協力のもと、伝統舞踊、武道、スポーツなど、る、という動作が関わる無形文化財の超長期保存計画に着手しました。幸運にも SCP-161JP の影響は、日常生活を送る上で必ずしも重要ではない、いる、という動作、概念のみに止まりましたが、今後、眠る、や、食べる、あるいは、う、といった重要な概念で同種の疾患が発生した場合、その被害は甚大なものとなることが予想され、早急な対処法の確立が必要と考えられます。